前日2週の生まれた松下シティ対戦打席とは吉田がサービス上試合開始9分その吉田指名的なミスを犯しますボールを奪われ一気にゴールへヨシタの警察のレーダー失点に絡みます最後はデブルイネが押し込みシティが先制その後も攻撃の手を緩めません再びデブルイネのコーナーからメルトの移籍後初ゴールを演出しますビーンズが出したんですが後半4分ロングこの打点からヘッド1点差に詰め寄られますさらに後半24分レバイネこのラストパスここまでベストモロッシュースコースレバイネが全国との活躍を見せたシティプレミアリーグ首位に浮上しています